システム開発にアーキテクチャ設計は必須か、万能ではないが。汚いコードをメンテするの辛すぎる。はじめにアーキテクチャをしっかり設計すれば綺麗なコード書けるのかなアーキテクチャがいくらしっかりしてても、その上に乗るロジックは書く人次第な気もするよな。他人が書いた汚いコードをメンテするのって嫌ですよね。なんで、こんなひどいコードになったんだ、って驚くコードがたまにあります。そんな時、よく耳にするのが、最初にアーキテクチャをしっかり設計しておけばよかった、って話です。 アーキテクチャがしっかりしてもコードが荒れる場合はありますが、振り返ってみると、新規開発で自分たちでしっかりとアーキテクチャ設計したシステムのコードはリリース後面テを繰り返しても割と綺麗なコードが保てていた気がします。そんなわけで、今回は、アーキテクチャ設計について話してみます。そもそもアーキテクチャとは、アーキテクチャには大きく分けて2種類あります。システムアーキテクチャ、インフラアーキテクチャ。 アプリケーションアーキテクチャ1のシステムアーキテクチャは Linux サーバーを2大構成で DB は MySQL、Web サーバーは a p a c h で AP サーバーは TomCat でプログラミング言語は Java を使用するみたいなものです一言で言えばインフラ設計のことです2のアプリケーションアーキテクチャはプログラムを動作するかですこの記事で言うアーキテクチャはこちらですフレームワークは何々を使ってこういうコーディング規約に従ってプログラムを作りましょうというものです アーキテクチャが決まるとモジュール分けのルールが決まる。メジャーなフレームワークの多くは MVC、モデルビューコントローラーというアーキテクチャを採用しています。プログラムをモデルとビューとコントローラーに分けます。モデルにはビジネスロジックを実装。ビューには表示ロジックを実装。コントローラーにはモデルとビューを制御するロジックを実装。フレームワークを使うとアーキテクチャが決まり、アーキテクチャの規則に従ったコードが自然と書けるようになります。 各モジュールの中の実装は担当するプログラマー次第、フレームワークを使うと、どのモジュールにどのロジックを実装するかが決まりますが、具体的にどんなコードで実装するか、どんなアルゴリズムを使って実装するか、変数名にどんな名前を付けるか、等は担当するプログラマー次第です。よって、しっかりとアーキテクチャ設計をしても、メンバーのレベル次第では、モジュールの中は汚いコードを書かれる可能性があります。しかし、経験上はじめにしっかりとアーキテクチャを設計したプロジェクトのソースコードは綺麗になっています。なぜそうなるのでしょうか ルールがあることで規律が生まれる。フレームワークを採用してアーキテクチャが決まると、どのモジュールにどのロジックを実装するかが決まり、その規則に沿って開発を進めていきます。モジュール分割に一貫性が生まれます。そして、その分割したモジュールの中にロジックを書くわけですが、この時にも、ロジックの中に規律を持たせようとする気持ちが無意識に湧いてきます。ルールを守り一貫性のあるコードを書こうという意識があると、ルールが決まっていない部分、モジュールの中においても、綺麗なコードを書こうとする意識が働くようになります。 汚いコードを書く原因は、ただ単にスキルが低いからではなく、規律のあるコードを書こうという意識を持っていないことなんです。そんなわけで、ぜひアーキテクチャ設計を取り入れてみてください。